日本共産党の高橋千鶴子です。肝炎対策基本法の今国会成立がようやく現実のものになろうとしております。昨年1月党派を超えた共同と政治判断によって成立をさせた薬害肝炎救済法から丸2年になろうとし、本来ならもっと早く成立するはずだったのに、政局にさまざま翻弄されてまいりました。本日もたくさんの傍聴者がおいでですが、今日まで粘り強く要求活動をされてきた薬害新型肝炎原告団をはじめ、 B 型肝炎の皆さん、日環境の皆さんや弁護団支援の皆様、多くの関係者の皆さんに心から敬意を表したいと思います。今日は肝炎の問題に絞って質問いたします。まず基本法の意義についてでありますけれども、7月8日の本委員会で私舛添大臣と何度も押し問答したことがございました。集団予防接種による感染が最高裁で確定した札幌の元原告5人にとどまらないと思うがどうか、この確認でありましたが、舛田問題の末、可能性は否定しないという答弁がございました。で、昨年3月には私、C 型肝炎の一定の地域における集団感染について取り上げました。これはどう考えても注射の回し打ちしか考えられないなということがあったと思うんですが、やはり C 型肝炎にもそうしたことはあり得るということをまず確認をしたいんです。で、その上で、基本法は350万人とも言われるウイルス性肝炎がいずれにしても国の責任も含め本人の責めに帰すものではないこと、このことを明らかにして国による経済支援を行う根拠としたいと思っているわけです。この認識を共有されるのかどうか大臣に伺います。長妻大臣。今冒頭言われたこの基本法でございますけれども、本当に関係各位の皆様方の、あるいは関係各会派の皆様方のご協力があって実を結ぶということになるということでございまして、大変私どもとしてもそれを基本にですね、今後とも行政を進めていきたいというふうに考えております。今の段階で予防接種における注射器の連続使用による感染が C 型肝炎であったというのは、科学的には確認はされていないということでございます。以上です。高橋君。長妻大臣、ちょっと舛添さんと一歩も出ないのでちょっと残念な、しかも最後はちょっと官僚答弁であったなと思われます。で、ここをやり取りしているともう先に進まないしね、ちょっと残念なんですけれども、可能性は否定はできないと、当然なんですね。裁判の中でまた同じ話を何度も何度も国が持ち返していると。で、そういう説明にね、やはりもうそこから一歩出るべきだと、この基本法を制定するにあたってそういう立場に立っていただきたいということをね、重ねてお話をしたいと思います。で、ちょっとこの話はもう一度聞きますけれども、次に進みたいと思うんですね。で、治療費助成の問題ですけれども、現在インターフェロンの治療費助成に限定をされております。で、それ以上の負担軽減については事項要求に盛り込まれて、額も内容も全く明らかにされないばかりか、財務省によってそれらも危うい状況になっているということであります。私たちとしては基本法成立によって大いに後押しをしていきたいと思っております。そこで大臣は10月14日には会見で、B 型肝炎の拡散アナログ製剤やインターフェロンの負担軽減一律1万円このような支援について言及をしておりますが、これらについては要求をしていくのかどうか、また現実にはインターフェロンが効果がないという方たち、強力ミノファーゲン C やウルソなどの核肥後剤を使って肝肥後剤を使っている方なども多いですし、検査費用ですとか、さまざまな治療費助成というものが必要となっております。当然これらについても検討されるべきと思いますが、いかがでしょうか。長妻大臣。
まあ、これにつきましてはですね、まあ、厚生労働省としてこの概算要求平成22年度の事項要求ということで、2点をこれを実現をしていきたいということで、今取り組んでいるところです。まあ、1点目といたしましてはこのインターフェロン治療の自己負担額上限の引き下げと、まあ、いうことが1点で、2点目は B 型肝炎の拡散アナログ製剤を女性対象に追加をすると、まあ、いうのが2点目ということで、まずこの要求について財政当局に理解をもらって実現をしていくということで今取り組んでいるところであります。はい、高橋君。はい、2点ということでありました。ここについてまず最低ね確保できるようにまずみんなで後押しをしたいと、そして同時にやはりずっとこの間議論をされてきたように、まあ、政府はすぐね B 型肝炎はそんなに治療費がかからないんだなどということが何度も答弁をされて、そうではないと、長時間ずっと治療を続けなければならないためにかかる費用があるのだと、またそこに関わるいろいろな交通費ですとか経済的な損失というものも大きいのだということを指摘してきたわけであります。先ほどお話をした肝肥後剤をはじめとして長い間ずっとかかる治療生活全体を支援していくという視点をぜひ引き続き持って検討していただきたいということを重ねて要望したいと思います。それで、まあ、今回肝硬変や肝がんについての検討についても特に大事であるということが提案をされております。で、 B 型肝炎の原告などのお話を聞いてもですね、キャリアからいきなり肝がんになったそういう方も多いわけです。ですから肝炎基本法ではありますが、当然肝炎肝がん肝硬変についても助成措置を検討するべきだと考えますが、いかがでしょうか。山野政務官。高橋委員のご質問にお答え申し上げます。今回の、肝炎対策基本法の中に肝炎対策の協議会を設置するというそういう条項が入っております。今ご質問いただいたことにつきましても、そういう協議会の中で今後総合的な肝炎患者の支援のために検討を進めていくべきだと思っております。肝がんの、はい、どうぞ。今ご質問されました肝硬変肝がんに対する対応についてもその協議会で論点の一つになろうかと思います。はい、高橋君。はい、わかりました。では引き続いて山野井政務官に伺いたいと思います。肝炎患者救済のために山野井政務官が野党時代に何度も質問に立たれ尽力されたことは誰もが周知をしているところだと思います。例えば今年4月1日の本委員会においても舛添大臣に対して全国 B 型肝炎訴訟これを和解に持っていく考えはないのかと迫っております。新型薬害肝炎の方々がそこまで頑張ったのは自分たちのためではないんですと、350万人もの多くの肝炎患者全体の救済のために頑張ったんですよと、それをあれとこれとは別だと、 B 型肝炎は一人一人訴訟してください、これはおかしいんじゃないですかと、迫っております。内閣の立場に立たれて、まあ、訴訟を直接担当する側になったわけですけれども、その立場に変わりはないのかと、351名の訴訟が今戦われているわけですけれども、本来であればもう本当に解決の道がもう開かれているはずだったと多くの皆さんが注目をしております。これこそ政治主導で本当に国民が新しい政権を選んだということの結果を示していただきたいと思います。3年前の最高裁の判決でようやっと自分の責任ではないのだということを初めて気がついて、本当にこれで救われると思った方たちが裁判にまた立たなければならなかった、その思いを一番分かっているからこそ本当に今この政権がこの B 型肝炎訴訟を解決をすべきであるということを強く求めて終わりたいと思います。ありがとうございました。